科学アドベンチャーシリーズシュタインズ・ゲートシュタインズ・ゲートの用語一覧シュタインズ・ゲートの用語一覧ではゲームアニメなどのメディアミックス作品シュタインズ・ゲートで登場する用語について説明する未来ガジェット研究所のラボメンが開発したガラクタ同然のチープな発明品おかび枠いつかは機関妥当に使えるようなものも開発する予定だという 舞台が秋葉原であり、命名者の岡部がクリア二病であるという設定から、各ガジェットにはアニメや漫画に由来する名前が付けられており、劇中では実在の作品をもじった作品名が名称の由来として設定されている。作中には実在の事物も登場し、巨実入り混じった物語が描かれる。以下では本作のモチーフとなった実在の事物と、 本作との関わりについて説明する。X68000ACE、HDFM タウンズ2階秋葉原、中央通り交差点付近、秋葉原ラジオ会館屋上のタイムマシンを模した、セット三号の外観秋葉原スタジアム店秋葉神社、ステープルズセンター実際の所在地については、こちらを参照のこと。ありがとうございます。